大塚裕明の黒帯脳になる。はい、大塚先生、影山先生、こんにちは。こんにちは。マウントトップからの黒帯脳第4回目となりました、はい。今日は何からのエスケープ、あれ何のエスケープを防ぐってことですかね、はい。今日は、最初に説明した紹介した3つのエスケープのうちの3つ目、最後、はい。少し自分のお尻が浮いてしまって、股の自分の股の間から相手の膝が出てくる、はい。でそこからフックガードに戻されてしまう、はい。とこの状況を、紹介したいと思います。はい、よろしくお願いします。じゃあいきましょう。ではですね、マウント取りました、はい。意外とというか、まあ、特に白帯の人たちを見てると、はい、ちょっと横からいきます、はい。お尻が浮いてるんですよね。あ、もうすでに浮いてる、あ、この状態、はい、はい。まあ、視野を狙ったりするときは状態が上がるのでお尻落ちやすいんですけど、ただマウントを取って手をついているときって、はい、こうお尻が浮いていることが多くて、うんうん、そうすると相手に腰骨を押されながら膝を出されてしまって、はい、ガードに押されてしまうことをよく見ます、はい。やられたことあります？フックやる人が結構身近に少ないんですよね。あんまやられないですね、はいはい。ただそのお尻が浮きやすいっていう悩みはよく聞くので。なるほど、まあ、他の道場の方にもある悩みかもしれないですが、はい、まずマウントを取った時に、まあ、そもそもの抑え込み方みたいな感じになるんですけど、はい、まあ、それをやられないためにですね、ええ、やっぱり手をついているので、まあ、バランス取るためにはいいですよ、手をつくことは、はい。でこれに対して手をつくってことは手に体重が乗るので下半身が軽くなりやすい、はい。そうすると、ね、お尻が浮きやすいので膝を出されやすくなってしまう、うんうんうん。なので、まあ、手をついてバランスを取ったときにお尻を下げる。おうおうおう。もう相手の股に自分のお尻を差し込むくらい床をしていいの、うんうん。でしっかり胸を張る、で腹で押さえる、うん、はい。頭が下がって背中丸くなると浮いてしまいます、はい。逆をやってください。頭を上げて腹を出す。これかなりね重いです、うんうん、下の人からとって。なるほど、はい。でこれをまずしっかりキープできていれば、まあ、押しが浮くことは基本的にはないので、はい、まあ、股から膝が出てこないですね、うんうん。でこれはまずマウントを取った時の基本的な抑え込みとして覚えておいてください。なるほど、はい。であとはもちろん足も閉じてくださいね。かかこの足を、はい、なんか昔あのホイスがなんかこうフックさせてたじゃないですか。わかります？なんかホイスがフック、こういうやつですか。そう、相手のなんていうんですか、ここにもうピタッとこうなんか、ああ、はい、はい、これ意味ありますか？あ、これいいですよ。これいいですか？今からやろうと。あ、ごめんなさい。じゃなかったことして、まあ、一応その足を絡まれないように入れるんですけど、まあ、それでもね、あの今のさっきのエスケープね、腰を押して、はい、もうボンボン何回もブリッジして、おー、で逃げてくる人がいるので、逃げと、はい。まあ、自分は前にいるときはですよ、前にいるときは、はい、なかなかこう相手の脇が開いちゃって浮かすことできないのでいいんですけども、自分が下にいるときに、はい、ほとんどん、まあ、下の方に、押されてしまう腰を、はい、今脇締まってるので相手は力入りやすいので、はい、これでどんどん後ろに押されてしまうと足を絡まるし、そうですね。なのでこういう時には逆らっちゃいけないです、うん。押してくるのに逆らっちゃうと余計こうグーって打っちゃう。ああ、なるほど、うん。でそこで、さっきのね、はい、ホイスフック。ホイスフック。まあ、柔道なんかよくありますよ。はい、縦四方でね。押してくるに対して逆らわない。で、内側から足を入れて、これですね。その先をフックすると、もうベターッと相手に引きつくので、で、相手は浮かすことができなくなる。はい。うん、なるほど。相手がその突っ張れなくなるんですね、足で。そうです。で、ただここでずっと、止まってると、ね、試合だったらルーチかかってしまうので、そうですね、で相手もかといってね、また戻ると
相手は待ってるので、はい、ね、来ちゃうので、この時は、ね、腰骨を押さえてたら、要はこの手を、そうですね、嫌がればいいんです、ね、ええ、どうしますか。まあ、あの手をこうなんて引くんですかね。あ、袖を、あ、袖を、そうです、はい、ええ、あの前回の、相手がエビをしようとしていたのと一緒で、はい、肘かな、片方でいいです、そうです、ええ、まあ、肘というのも、あの袖口、あの手首の周りですよ、はい、持ってパッて、これ引き上げ、引き上げながらつねると、はい、はい、でとりあえず、まあ一つしっかり差し込んでおけば、で手をつけば今度反対もできます。なるほど。まあ肘でも引き上げられなくはないんですけども、やっぱりね、手にある腰にある手をなんとかしたいので、手首のところを引き上げています。気を持ってパッと、はい、はい、でこうすると、ね、またマウント、もうこの両手万歳状態っていうのは下の人はかなり不利ですか。いや、かなり不利ですよ、はい、もうあとやるとしたら腕を組んで守ってくるしかなくなる、はい、なるほど、うん、そしたらまあ上になっている腕をね、狙いに行って、はい、もう一回いきましょうか、はい、マウントを取った時に腰が低い位置だった場合、そうです、そうです、手をついている時はお尻が浮きやすい、はい、これは必ず覚えておいてください、はい、これはあの相手が今見てこういう逃げ方をしてきても来なくても、はい、何のプレッシャーもかかってない状態になってしまうので、ああ、そうか、もうスカスカですね、はい、なので手をついてる時は必ずお尻を下げて、ね、自分のお尻を相手の股に差し込むように、はい、で下を向いて丸くならない、胸を反らせる、背中を反らせるですね、腹を突き出す、腹を突き出す、グッとして差し込む、はい、相手グッとなるようなプレッシャーかかるというですね、うんうん、あとはもちろん足も絡んでいきます、あのお尻の下に隠してね、はい、絡まれないようにしていきます。でこれしっかりね、押さえることができたら、次に相手がやってくることをしたらブリッジを何とかしてくると、ね、ボンボンね、上げようとしてくるので、それに逆らわない、はい、ぐっと逆らって足を崩してやるんですね。そうです、崩して、はい、これでとりあえず押さえておいてください、はい、で押さえておけば、ね、そのうちはまだやられないですね、はい、でもまたこの後戻っちゃうと同じようになってしまうので、はい、戻るときには自分の好きな方からでいいですよ、はい、で戻るときには腰の手が嫌だから、ね、腰の手を引き上げて、はい、進めます、進めると、そうです、で反対も進めると、で前に、はい、押せばやられなくなりますね。なるほど。ちょっとまあ余談というか、はい、そのガードに戻す、さっきおっしゃった、はい、これフックガードとかバタフライガードとか言いますけど、うん、はい、最新では何て言うんですか。うわ、フックガード、もうバタフライってあんま最近言いませんよね。バタフライフックとか言うかもしれないけど、言うんじゃないでしょうか分かんないですよね、最近何て言うか。多分この膝の開きに読む、へえ、なんかこうこうやって、うん、状態によって呼び方が変わってくるんですか。多分この足を入れること自体がフックガードなので、はい、フックガードの中で、まあ、バタフライだったり、いろいろ、あ、なるほど、フックの中のいろいろ、分かりました。呼び方は本当にいっぱいあるので、これっていうのは、ね、うんうん、ないんですけど、まあ、もしあの、まあ、結局伝わればいいので、まあ、そうですね、はい、なのであの道場で、まあ、先生が言ってる呼び名で覚えればそれでいいと思います、はい、分かりました、はい、はい、じゃあ今日もどうもありがとうございました。はい、はい。